ですので、ぜひお時間がある方はそちらにも来ていただきたいなというふうに思います。今日福井での演説で雨が降ってどうなのかなと思ったら、今日はちゃんと屋根があったのでよかったんですけど、今日私、そしたら YouTuber がいらっしゃらないんじゃないかと思ってですね、YouTube で言えない話ばかりしようかなと思って、いらっしゃったんですけど、でもします、ね、今日9月21日ですよね。昨日皆さん何が始まったかご存知ですか？はい、XBB の新しいワクチンの接種がまた始まりました。参戦とは別に LGBT の方の差別はね、もちろんダメって言ってますよ。別にそれを反対しようとか、そういうことで理解増進法は反対するんじゃないです。ああいうものは裏に利権構造とか共産主義のイデオロギーがあるから、ね、それを進めるべきではないって言ってるんですよ。あれも金なんですよ、一つ利権なんですよ。そういったことをね、分かってて海外では通してないものをなんで日本通すんですか？似てるでしょ、なんとなく。で、他の国の人たちがやらないものをなんで日本だけやらされるんですか？他の国で通さない法律をどうして日本で通すんですか？他の国で使わない薬とか農薬をなんで日本で通すんですか？使うんですか？ねえ、舐められてんじゃないんですか？騙されてるんじゃないんですか？そういったことをですね、参政党は皆さんに投げかけていきたいと思います。間違ってることも時に言ってしまうかもしれませんけれども、それは別に陰謀論を言いたいからとか、皆さんの何か票をもらいたいからとか、そんなこと言ってるんじゃないんです。もうね、私は29歳、今45ですけど、来月46ですけども、29の時から政治家をやっています。もちろん議員じゃなかった期間も長いですけども、でも同じこと言ってるんですよ。世の中おかしい、教育のあり方もおかしいし、マスコミの形もおかしい、おかしいことがいっぱいあるけど、そのおかしなことを日本人の多くの人がおかしいと思っていないことがおかしいって言ってるんですね。で、なんでこんなことになったかっていうのは原点がやっぱりあってね、一番の原因は幕末まで遡るんですけど、それはちょっと分かりにくいんで、分かりやすく言えば78年前戦争に負けたことです。そこから教育は変えられました。情報が統制されました。で、言うことを聞かない人間は公衆追放されましたね。で、言うこと聞くなんか CIA のコードネームとかある連中が残って日本を作り直したかったです。これが日本の事実です。で、それはやっぱり皆さん事実ですから、きちんと知っておきましょうよ。その延長線上に我々は教育を受けてきたし、その延長線上で政治をやっています。それでもね、30年くらい前までは経済も良かったから、まあまあまあってみんなやってたんですよ。けども1991年にソビエトが崩壊して、ね、冷戦構造が終わりました。その後、アメリカは世界の一強になって、ね、仮想敵国としてロシア、中国、あと2つはドイツと日本が経済のライバルとしてターゲティングされたんですよ。それまでは冷戦を一緒に戦うためにアメリカも日本をもっと発展すればいいと言ってました。それがアメリカをしのぐらいの力がついてくると、やっぱりライバルになっちゃったわけですね、経済が。だから30年前から日本の経済が伸びないようにされてるんじゃないかという仮説が立てられます。だってアメリカにそういう文書が出てるから。実際ね、そういう仮説のもとで日本の経済を見ていくと、30年間どうですか皆さん。これは皆さんも分かってますよね。30年で我々の年収は上がったんですか？下がりました。それが今の日本人の身になっちゃってるわけですよ。だから我々がこういう本質的な話をしてもですね、今何陰謀論という人がいますけども、僕たちは陰謀論を言うつもりは全くありません。ファクトベースで事実を適宜してるだけです。ね、コロナのワクチンのこともしっかり、ね、LGBT のこともしっかり、経済のこともしっかりじゃないですか、ね、全部事実を述べてるだけですよ。で、これ皆さん無関心でいたら日本良くなるんですか？選挙があって総理大臣が変われば、ね、日本良くなる可能性ありますか？今の流れの中で私は全くその可能性を感じませんでした。だから2020年に続いたのがこの賛成
皆さんに政治に参加してくださいと。それはイコール日本の未来を考えてくださいということです。今日学校帰りの、ね、学生の方もいらっしゃると思いますけど、中学生、高校生、日本の未来や福井の未来考えてると思いますか？全く考えてませんよ。じゃあ何考えてるか。進学のことです。就職のことです。クラブ活動です。あと恋愛も考えてるでしょう。もちろんそれもいいんですよ。考えてもらえば結構。けれども75万人しかいない少子化の福井、未来誰考えてますか？知事、県議会議員、市議会議員、たくさん何十人でしょう、そんなの。そんな人たちだけに、その少数の人たちだけに福井の未来考えさせて、それで良くなりますか？考えてもらうべきは学生たちですよ。まあ、僕も今偉そうに言ってますけれども、僕は福井県の小浜にある若狭高校の出身です。ね。まあ、僕は若狭高校行ってる時にね、じゃあ福井の未来とか、日本の未来考えたかったか考えてません。全く考えてなかった。ね。考えるようになったのは21歳の時に海外に留学して、外国の若者に聞かれたんですよ。お前日本人として、ね、日本のことを教えてくれ、日本の歴史とか、ね、日本人は何考えてるか教えてくれと言われて、その最後に聞かれたのが、日本人はこれからの日本をどういうふうにしていきたいと思ってるんだというふうに聞かれて初めて考えたんです。僕は聞かれたけど、考えたけど答え出てきませんでした。だって普段から考えてないから、そういう勉強もしてないですよね。福井がね、右肩上がりでどんどん良くなって、人口昔は90万人ぐらいいました。それが今120万、130万になってて、経済も潤ってて、ね、日本一社長のいる県だって栄えてるんだったらいいんですよ、別に今のままで。けどもどう見たって衰退してるんです、福井も日本も。それをどうするかを考えるために子供たち、学生たちは学校に行ってんじゃないですか。それを考えてもらうために僕たちは税金払って、ね、子供たち、若者たちを支えてるんじゃないですか。個人が就職してお金稼ぐだけだったら、別にもう中卒とかで働いてもらったらいいじゃないですか。その方がね、現場に出る期間が長くなるからいいですよ。なんで高等学校が必要なんですか？なんで大学に行くんですか？より高度な学校を学ぶためでしょ。就職して仕事を覚えるだけだったら早く就職すればいいんですよ。ね。そうじゃない。高等学校っていうのは、ね、我が国は一体どういう国なのかっていうね、国のアイデンティティをしっかり考え抜いたり、どういう歴史のもとに今があるのかっていうことを調べたり、世界が今どうなってるのか、これからどうなるのかっていうことを考えたり、その中で我が国日本が、そして福井県がどうあるべきなのかっていうことを考えるために時間と学問の場を与えてるんじゃないですか。そういうことを福井大学でやってますかね。そういうことを、ね、教材や反対に行く、もしくは藤島の子たちが考えてますかね。橋本佐内先生の啓発力を学ぶんですよね、福井は。ね、あれちゃんと理解してますか。勉学に励む、ね、5つのあれが書いてありますけども、勉学に励むっていうのは、ただ自分が立身出世するために勉学するって橋本先生言ってませんよ。勉強して社会を良くするためですよ。日本を良くするため、福井を良くするために学ぶんだってちゃんと言ってますよ。学問の目的は変わっている。立身出世のために勉強するんではありません。立身出世のために勉強した人たちと誰の果てが金で国民と健康の被害になるわけにするんですよ。ね。立身出世のために勉強させてると、自分のポジションや働きや、ね、収入を守るためにその頭を使うようになるんです。ね。積み上げてきたものを壊したくないからですよ。だからね、学問の本質がもう間違ってます。ね、せっかくね、橋本早苗先生とかを学校で学ぶんだったら、学問とはそもそも何のためにあるのかということをですね、しっかり落とし込まないと、勉学イコール受験勉強、勉学イコール就職のため、勉学イコールお金を稼ぐためってなってるところに大きな間違いがあるんですよ。
学力テストがいくら優秀だったって何のために学んでるかっていう目的がね、ちゃんとそこで意思ができてなければ、橋本先生のことが分かれれば、志が立っていなければ、いくら東大行ったって福大行ったって意味ないんですよ。意味ないことを日本中でやってるんです。その結果が今の日本のこの現状です。それを変えるのは国民の皆さんしかいません。国民の皆さんがこれまずいぞって気づいて、考え方を変えて、周りと話し合って選挙に行って、新しいそういうことを言う人たちを選ぶか、もしくは誰もいないんだったら皆さん自身が賛成党でも使って立候補してもらうしかないわけです。そうじゃないと何にも変わらないですよ。時間だけだって、時間が経てば経つほどゆでガエルになっていくだけですよ。ゆでガエルの話、皆さんご存知ですか？カエルっていうのはいきなり熱いお湯の中に放り込むと熱いから飛び出るんですけど、水に入れといてちょっとずつ沸騰させていくとですね、だん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 感覚が麻痺してきて、ね、もう動けなくなっちゃうんです。で、茹で上がっちゃうんですよ。日本はまさに茹でガエルですね、今。ね、急に痛いとか熱いと思えばね、抵抗もできるんだけど、30年かけてじわりじわりとやられてきてるから、もうね、ほとんどの人が感覚が麻痺して、わかんない。考えられない。情報も取れない。だから、ね、この病気怖いぞ、怖いぞ、怖いぞって言って、恐怖心を煽られて、ね、大丈夫なんだって言われたらですね、長蛇の列を作るわけですよ。何も考えないで。それ以外の情報は、思考停止です。ね。これが今の日本の現状ですよ。だから、こんなことやってたら、経済も良くならないし、人材も出てきません。そして、ね、ただでも人口が少なくて、ね、数は進んでいる福井の福井はないでしょう。日本でも下から数えて何番目かの人口の少ない県ですよ、ね、それをダメだと思うのか、いつも言うんですけど逆にね、チャンスだと思うのかです。1000万人の東京変えるのは大変ですよ。でも75万でしょ。東京の一つの区より人口少ないですよ。僕がいた水田市36万人2個分ぐらいです。あ、水田文字増えてますね。水田市2個分ぐらいですよ。福井県全体でもね、一つの区ぐらいなんです。だから、意思統一とかするのは早い。ね。合意形成がしやすい県です。ね。そして、勤勉です。福井県民。ね。で、皆さん率直です。さっきも、ね、会議してましたけど、もう皆さんもう代表とか参議院とか関係ありません。もうつばつば僕に意見言われます。気持ちいいぐらいに。忖度ゼロ。はい。でもね、それはそれでいいと思います。だから、福井県らしいなと思いますよ。思ってることはっきりぶつけてください。だからね、そういったいい県民性を使って、どういうふうにこれから福井の未来を描いていくかって考えないと、新幹線が来たって、ね、逆に人が出てっちゃいますよ。新幹線が来るのがいいことです。私は早く大阪まで、いやもしくはもう山陰新幹線作って、九州まで繋げばいいかと思ってますよ。新幹線来ることはいいことです。でも、そのできたインフラをどう使うか、それを使ってどういう立ち位置を日本の中で占めるか、というビジョンがなければ、ただただ、ね、ストローに座れるように、人とかお金が出てくるだけになっちゃいますよ。そういうことを、ね、政治家、一部の政治家、知事さんとか、県議会の方とかだけに任せるんじゃなくて、高校生とかも考えたらいいですよ。これからの福井をどうするか、もしとか上島の有志の学生いるんですから、これからの福井のビジョンをみんなが立てて発表させればいいですよ。そういうことをね、若いうちに考えておいてもらえば、地元帰ってきて政治家やろうかなとか、経営者になって街作ろうかなってなるじゃないですか。そういう視点を、ぜひ福井の皆さんに持っていただいて、人口が少ないからこそですね、でピンチだからこそそれをチャンスに変えて福井をもう一回元気にしていただきたい、そう思います。私は福井出身ではありますけども、今は隣の加賀市に住んでますね。県境です。でもほとんどもう東京にいます。だからこういった機会しか福井に戻ってくることができないし、もう今年自分の、ね、最後に来てたおばあちゃんももう亡くなっちゃったんで、なかなかもう高浜のことに帰る機会もなくなっ
最近タウンミーティング、今日もタウンミーティングで言いますけども、僕は本当ね、ダメな言葉だったんですよ。もうね、あ、今で言うとこの発達障害みたいなもんです。これ隙がない。ADHD ですからね。はい。でもそれでも、見捨てずに学校を卒業させてもらいました。周りの大人にもだいぶ怒られましたけど、それでもですね、小中高とちゃんと出してもらって、大学も行かせてもらえた。父親は、冬の仲間で会社を潰してですね、いろんな親戚に迷惑をかけたし、ドリンクの業者にも迷惑をかけて、未だに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、今までには。でも、今、こうやって、国会議員をやらせてもらって、こんなね、高い場所で皆さんに話を聞いてもらってます。だから、何か、悔いもですね、私ができることないかなと思ってるんです。何かね、私がお世話になってばっかりではいけないから、何か返すことないかなと思って、福井県の市の皆さんともお付き合いをしています。でもなんですね、福井だけのこと今やってられないから、それだけで注力はできないんですけど、でももし皆さんがこういうことを福井でやりたいしなということがあれば、それは僕もできる限りの協力をしたいし、こういう声を上げてくれということがあれば、これは一緒にやりたいと思っています。でもまずは皆さんの、ね、活動のあり方というか、日々の情報の取り方とか、子どもたちの協力の仕方とか、ね、そういったところを皆さんで変えていただいて、何か一つそういった集団とかコミュニティを作ってもらわないと、なかなか一緒にできないんですよね。僕は福井県民の皆さんには、そういった集まりを作ってもらうことを強く期待をしています。ね、だから機会さえ作ってもらえば、今日は福井市ですけども、通路の方でも行きますし、呼んでもらえば大和でも行きたいと思います。ね、そこはですね、ちょっとエコヒーかもしれないけれども、生まれ故郷ですから、それは私自身もできることをやりたいと思ってますので、ぜひそういった、ね、政治家としての活動の場も、また皆さんと一緒に何かを成し遂げる場もですね、与えていただければありがたいなというふうには思っています。でも、それもこれも、こっちからあれやりましょう、これやりましょうというんじゃなくて、皆さんの方からこういうふうにやりたいんだと言ってもらわないと、私たちも動けません。だから何をどうするのか、どうすればいいのか、それで、ね、難しいようですけど、みんな考えてるんですよ。世界を動かそうと思っている人たちは、これからどういうふうなルールを作っていくか、どういうアジェンダで進めていくかということを一生懸命考えて、ね、仕組みを作って、そして世界を動かそうとしています。昨日、今日の話ではありません。もう400、500年かけて、世界の動かし方を考えてきた人たちの末裔が世界を動かしてるんですよ。ね。日本はさっきも言いました。明治維新以降ですね、西洋列強に押されっぱなしです。明治の時はイギリス、戦後はアメリカ、ね、2回続けてアングロサクソン、ね、そういった国々に大量押さえつけられてます。その現状を把握しつつ、敵対するんじゃなくて、彼らの力もうまく活用しながら、次の日本の活路を考えていかないと、ね、アメリカだけに依存している今の政治では、中国やロシア、ブラジル、インド、南アフリカ、ブリックスって言われる国々ですね、そこにグローバルサウスと言われる発展途上国がついて、イランとかサウジアラビアもついて、ね、新しい世界勢力を仕事しますよね。こんなのが完成したら、G7 とか、ね、欧州と言われてた国々の力が弱まるわけですよ。我々はそこにくっついてやってきたわけですよ。その自分が親方として仰いでたような、まあ、アメリカでもその四国ですね。そんな国が衰退していくときにあって、思考停止で言われたことやりますので、国が回せるはずがありません。今、大きな、本当に明治維新以降以来初めて、いや、どうかな、その後、戦争がありましたね、77年の戦争があって、敗戦以降、一番大きなうねりの場所かもしれません。さっきも言いましたけど、1991年、冷戦が終わるっていうのも大きなタイミングでした。その時日本は何もできなかった。だから衰退してきたんです、30年間。この次の変わり目が今ですよ。まさにこの2、3年だと思います。これまたぼーっとしてると、また失われた30年になっちゃいますよ。30年に30年とったら60年ですよ。もう立ち直れませんよ、そうなったら。それを子供や孫の世代に残していいんですかって僕は皆さんに問いたい。このままのトレンドで、流れで、日本が弱くなっていっても、衰退していっても、それが本当にいいのかっていうことです。
今もしこの令和の時代に福井に橋本早苗先生とか、ね、松平修学校とかがいたら彼だったら考えるんじゃないですか、ね、150年前の福井県民が考えられて今の我々に考えられないことはないはずです。考えようという気持ちがないだけです、ね、参政党は皆さんが立ち止まって考えるきっかけを一緒に作りたいと思っています。そのためにこうやって全国を回って皆さんに訴えていますね。あれやりましょう、これやりましょうということだけじゃなくて、とにかく情報をしっかり取ってください。おかしいことをおかしいとみんなで言いましょう。流されないでください。政治に無関心にならないでください、ね、そういったことを言い続けている政党です。もしそういった政党を使ってですね、何か地域から政治を変えていこう、今変えていこうと思っていただける方は参政党に参画していただければ嬉しいですけど、参政党の考えと合わないよっていうのも結構です。そういう方は他の政党でもいいですから、ぜひ子供たちの未来のこととか日本の未来を、ね、政治も絡めて考えてください。政治なんてとかね言うのはもう絶対やめてほしい。政治っていうのはね、確かに利権とか権力闘争とか潰し合いとかいろいろ嫌なことありますよ。もう日々そんなことばっかり見てますけれども、大変な仕事なんだけど、でも我々の未来を作る大切な仕事もあるんです。臭いものには蓋をしてしまったらですね、そこの中に大丈夫な眠ってる可能性があるわけですよ。臭いんだけど大変なんだけど、そこの中に入っていってみんなで作っていかないといけないんです。もうね、渦中の国拾ってまさにこのことですよ。それを誰がやるかです。私は福井県で生まれ育った人間として誇りを持ってそれをやりたいと思っています。やっています。ぜひ、ね、福井県の教育は他の県よりも私は素晴らしいと思っています。それをね、私も行動で示したいと思っています。福井のちっちゃなね、人口1万人ぐらいのちっちゃな町の出身ですけども、でもそれでもそんなね、人口の少ないところで経済の弱いところで生まれ育ってもちゃんと政治家になって日本を数ミリでも数センチでも動かせるんだということを福井の皆さんに、そして福井の子供たちに僕は見せれたら嬉しいと思っています。それを一人でやるのか皆さんと一緒にやるのかで進み方が変わります。ぜひ一緒にやっていただける方集まってください。やっても個人的なメリットはありません。お金も時間もなくなります。誹謗中傷されます。みんなからいっぱい言われてガス抜きに使われます、ね、でそれさっき冗談で言ったんですけど、それでもやっていくと見えてくる世界があります。でそれを超えないとその次のステージに行けません。だから大変なんですけど、ぜひ一緒に日本の未来を考えて日本の未来を作る政治という活動に参加をしてください。それが私からの今日福井県民の皆さんに送るメッセージです。一緒に日本のために頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。